ファーストホリオから、夏の世の夢の表紙の副写、夏の世の夢、または、真夏の世の夢は、ウィリアム・シェイクスピア作の喜劇である。アテネ近郊の森に足を踏み入れた貴族や職人、森に住む妖精たちが登場する。人間の男女は、結婚に関する問題を抱えており、妖精の王と女王は妖子をめぐり喧嘩をしている。しかし、妖精の王の格策や、 妖精の一人パックの活躍によって最終的には円満な結末を迎える幾度かオペラか映画化もされている他にも後世に作られた同名の作品が複数ある。 アテネコーシーシアスとアマゾン国のヒポリタとの結婚式が間近に迫っており、その午前から舞台は始まる。ハーミアとライサンダーは恋仲であるが、ハーミアの父イジーアスはディミートリアスという若者とハーミアを結婚させようとする。ハーミアは聞き入れないため、イジーアスは父の言いつけに背く娘は、 死刑とするという古い法律にのっ,とって、シーシアスに娘、ハーミアを死刑にすることを願い出る。シーシアスは悩むものの、自らの結婚式までの4日を猶予として、ハーミアへ与え、ディミートリアスと結婚するか死刑かを選ばせる。ライサンダーとハーミアは夜に抜け出して、森で会うことにする。ハーミアはこのことを、友人ヘレナに打ち明ける。 ディミートリアスを愛しているヘレナは二人の後を追う。ハーミアを思うディミートリアスもまた森に行くと考えたからだ。シーシアスとヒポリタの結婚式で芝居をするために6人の職人が一人の家に集まっている。役割を決め練習のために次の夜森で集まることにする。各して10人の人間が下死の夜に妖精の集う森へ出かけていくことになる。 オーベロンとタイターニアの喧嘩。中央左がキターニア、中央右がオーベロン。キターニアがかばうようにしているのが取り替え子。周りには森の妖精が描かれている。森では妖精をオーベロンと女王キターニアが取り替え子をめぐって喧嘩をし、仲違いしていた。機嫌を損ねたオーベロンはパックを使ってキターニアのまぶたに 花の汁から作った美薬を塗らせることにする。キューピッドの矢の魔法から生まれたこの美薬は目を覚まして最初に見たものに恋してしまう作用がある。パックが森で眠っていたライサンダーたちにもこの美薬を塗ってしまうことでライサンダーとディミートリアスがヘレナを愛するようになり4人の関係があべこべになってしまう。またパックは森に来ていた職人のボトムの頭をロバに 変えてしまう。目を覚ましたティターニアは、この奇妙なものに惚れてしまう。取り替えこの問題が解決するとオーベローンは、ティターニアが気の毒になり、ボトムの頭からロバの頭を取り去り、ティターニアにかかった魔法を解いて二人は和解する。また、ライソンダーにかかった魔法も解かれ、ハーミアとの関係も元通りになる。一方、ディメイトリアスはヘレナに求愛し、ハーミアの父、 イジーアスに頼んで、娘の死刑を取りやめる、よう説得することにする。これで二組の男女、妖精の王と女王は円満な関係に落ち着き、六人の職人たちも、シーシアスとヒポリタの結婚式で無事に劇を行うことになった。ヨーロッパでは、下地の日やバルプルギスの夜に、妖精の力が強まり、祝祭が催されるという言い伝えがある。 劇中でも小妖精のパックや妖精をオーベロンなどが登場する。特にトリックスター的な働きをするパックは人々に強い印象を与え、いたずら好きな小妖精のイメージとして根付いている。パックは元はプーカなどとして知られていた妖精のことである。英語のミッドサマーは聖火または下手を意味し、ミッドサマーナイトは 聖ヨハネ祭が祝われる6月24日の前夜を指す。ヨーロッパでは、キリスト教以前の当時の祭りがクリスマスに吸収されたように、下死の祭りも聖ヨハネ祭に移行した。この前夜には、妖精や魔女が地上に現れる、男女が森に入って、恋を語るのが黙認される、ブレーコーの乱気騒ぎをする等、様々な俗信や風習があった。 駅の表題と内容はこれに一致する。ところが、この芝居は6月23日に設定したものではなく、第4幕第1話に、きっと5月祭を祝うために早起きして、というシーシアスのセリフがあるように、森での騒ぎは5月祭の前夜の4月30日で、あることがわかる。5月祭も、また自然の復活、再生を祝うもので、決祭の民間行事と多くの面で共通している。 この表題と実際の劇中の設定時期の不一致は古くから論争を読んでおり、例えばサミュエル・ジョンソンはすでにシェイクスピア全集においてシェイクスピアはこの劇が5月祭の前夜のことだとこんなにも注意深く我々に伝えているのに彼がなぜエイミット・サマー・ナイツ・ドリームと題したのか私にはわからない。と第4幕で宙をつけている。 一つの説明として、ミッドサマーが時節そのものを指すものではなく、真夏の熱に浮かされた狂乱、狂気を意味するという考えがある。実際、シェイクスピア劇の中では、This is very、Mid、m i d s u m m e r m a n e s s や HOT、Mid-summer-night といった表現が見られる。日本では、坪内商用以来、真夏の夜の夢という役題が用いられてきたが、土井コーチは、4月末の夜は、 我が国の春の夜のごとく、夏至の夜といえども、英国の夜は暑からず寒からず、誠に快適であるというように、日本語の真夏を指すものに当たらないと考え、夏の夜の夢と訳した。複雑ねありも、ミッドサマーデーは、夏至で、クリスト教の聖ヨハネ祭日前後にあたり、その前夜がミッドサマーナイトなのである。直訳すれば、夏至前夜の夢となるとし、これに続いた。 以来、日本では、夏の世の夢の薬代で出版されることが多い。一方、大場賢治は、せめてこれを、真夏として、恋の強熱を示唆しようとした、商用の薬語の選択は、誠に、ギリギリの見事な工夫だったと商用薬を評価し、逆に、問い訳を、背景の5月際のイメージをそのまま律儀に、信じ込んだものであると批判している。 自身の訳も真夏を採用している。真夏の世の夢の題名は古くから親しまれ定着してきたため、1999年公開のアメリカ映画の放題に用いられたほか、今日でもメンデルスゾーン作曲の序曲、劇音楽などでしばしばこの表記が用いられている。夏の世の夢第4幕第1話の版画、1796年に、 発表されたヨハン・ハイン・リヒ・ヒュー・スリーのキターニアとボトムより、主筋の明確な種本と言えるものはない。特定の先行作の翻訳あるいは本案と言えるようなものではないが、オビディウスの変身物語やジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語に入っている騎士の話などが部分的に元になっている。シーシアスとヒポーリタの物語は、 プルタルコスの英雄伝に収録されているシーシアスの生涯ボトムがロバになる展開についてはアプレウスの黄金のロバ妖精については古代や中世の文学から民間伝承まで様々なものを参照していると考えられるジョントワイニングによると4人の恋人が森で試練を経験するというこの芝居のプロットは 中古ドイツ語の詩であるデアバセントの一種の編集である。ジョゼフ・ノエル・ペートン、オベロンとティターニアの争い1598年にフランシス・ミアズが刊行した知恵の宝庫に本作への言及があるため、それより前に初演されていたことは間違いがない。ドロシア・ケーラーによると本作が書かれた時期は1594年から1596年の間頃だと考えられ、 これはシェイクスピアがおそらくすでにロミオとジュリエットを完成させベニスの商人を構想中だった頃である。著者にとってはキャリアが中期に差し掛かった頃であり、徐々に重きを置いていた時期である。本作は1600年10月8日に書籍賞トマス・フィッシャーにより出版組合登録簿に登録され、フィッシャーは年内に最初のクオート版を刊行した。 この初版のタイトルページには1600年より前に何度も人々の前で上演された芝居だと記載されている。第2クオート版は1619年にウィリアム・ジャガードがいわゆるフォールス・フォリオの一部として印刷した。次に刊行されたのは1623年のファースト・フォリオに収録された時であった。ウィリアム・ブレイク、オベロン、ティターニア、パックと妖精たちの踊り、 夏の世の夢は、シェイクスピアの時代から21世紀に至るまで継続的に上演されている。初演は1598年により前と考えられている。記録に残っている上演としては、1604年1月に宮廷で演じられたロビングッドフェローの芝居は本作ではないかと考えられる。イングランド内戦から、 空域にかけて劇場が閉鎖された1642年から1660年の間は、主筋がカットされ、ボトムたち職人が登場する衝撃が上演されていた。1662年9月29日には、イングランド王政復古で再開した劇場で、サミュエル・ピープスが、夏の夜の夢を見て、低評価を下している。王政復古以降、1840年まではしばらく、 本案やカット版が上演されるのが常であった。1692年にはヘンリー・パーセルが作曲した夏の夜の夢に基づくマスク、妖精の女王が上演され、1716年にはピラマスとシス・ビーのおかしな仮面劇というバーレスク作品が上演されている。チャールズ・ジョンソンはお気に召すままにピラマスとシス・ビーの劇中劇を組み込んだ。 森の恋を1723年に発表した。フレデリック・レイノルズは1816年にオペラ版を作っている。フェリックス・メンデルス・ゾーンは1826年に夏の夜の夢を主題とする助曲を作曲し、続いて1843年にこれを拡張した不随音楽が発表されたが、この音楽はその後の上演に大きな影響を与えることとなった。 1840年に、ルシア・エリザベス・ベストリスが、コベントガーデンの劇場にて、フェリックス・メンデルスゾーンの助曲やダンスを付加しつつ、夏の世の夢を、あまりカットや改編を行わない形で上演したが、イングランド王政復興期以降、本案での上演が普通になっていた、この作品としては珍しい形での上演であったと、言える。ベストリスは、オベロン役を演じ、 パックも少女が演じたため、イコーベロンやパックは女性が演じることが多くなった。1853年にはサミュエル・フェルプスが視覚的効果と検索への忠実さの両立を狙った上演を行った。1856年にチャールズ・キーンがパック役にエレン・テリーを起用して行った上演は非常に凝った舞台装置を用いたもので、 150回も上演された。1895年にロンドンで開幕したオーガスティン・デイリーのプロダクションも派手なもので21回に渡り上演された。ハーバート・ビアボーム・トゥリーは1900年と1911年に夏の夜の夢を上演したが、この公演は極めて華やかなもので生きたウサギなどが使われていた。 マックス・ラインハルトは1905年から1934年までに夏の夜の夢を13回上演し、回転するセットを導入した。ドイツから逃げた後、ラインハルトは1934年9月にハリウッドボールでさらに壮大な夏の夜の夢の野外上演を行った。建物のシェルの部分が取り外され、代わりにこのイベントのために特別に持ち込まれた。 大量の泥を用いた森が植えられ、丘から舞台に土台が作られた。第4幕と第5幕の間に挿入された婚礼の行列が、松明を持って丘を降りながらこの土台を進むという演出が行われた。キャストには、ジェームズ・キャグニー、オリビア・デハ・ハビランド、ミッキー・ルーニー、ビクター・ジョリーが含まれており、軍部のダンサーには、バタフライ・マック・イーンもいた。 この上演では、メンデルスゾーンの音楽が使われた。この上演をもとにワーナー・ブラザーズは、ラインハルトと契約して、映画版を監督させたが、これは、ダグラス・フェア・バンクス・ジュニアとメアリー・ピック・フォードが1929年に、チャジャウマナ・ナラッシュを作って、以来初めてのハリウッドによる、シェイクスピア作品の映画化であった。ハリウッド・ボール上演でのキャストのうち、オベロン役のジョリー、 パック役のルーニー、ハーミア役のデハビランドは映画でも同じ役を演じることとなった。ジェームズ・キャグニーはキャリア中唯一のシェイクスピア劇の役方としてボトムを演じた。他にもこの映画に出演した役者のうちジョーイー・ブラウンとディック・パウエルはこの時一回しかシェイクスピア作品には出演していない。エイリヒ・ボルフ・ガング・コルンゴルトがオーストリアから この映画用にメンデルスゾーンの音楽をアレンジすべく招聘された。コルンゴルトはナチスドイツがオーストリアを併合した後もアメリカ合衆国に留まりハリウッドで伝説的なキャリアを築くこととなった。1914年に演出家のハーリー・グランビルバーカーは見せ物らしさを抑えた演出で夏の夜の夢を上演した。音楽はメンデルスゾーンではなくイギリスの民謡を用い。 セットもエリザベス・朝風のシンプルなものにして、妖精はマリオネット風の新しいデザインを導入した。このプロダクションは大きな評判を呼んだ。1970年のピーター・ブルック演出によるロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの夏の世の夢上演は一大センセーションを巻き起こした。サリー・ジェイコブズがデザインした白い箱のようなセットが使われ、 空中ブランコを用いたサーガス風の動きがふんだんに用いられた。ブルックはシーシアスとオーベロン、ヒポリタとティターニアを同じ役者に演じさせ、人間の世界を妖精の世界の鏡であるかのように演出した。2016年、シェイクスピア・ズ・グローブでエマ・ライスが芸術監督として初めて行った上演は夏の世の夢であり、改変が多かったものの高い評価を受けた。 現代的な改訂を行っており、キャラクターのジェンダーを変更し、ボリウッドからの影響も見受けられる。他の多くのシェイクスピア作品と同じく、何度も映画化されている。主だったものを以下に記す。1992年月組公演にて、プックの題名で上演。鈴風道代主演、純色演出を小池周一郎担当。 主題歌のミッドサマーイーブを松藤谷由美が提供。2014年に月組で再演。それ以前にも戦前から真夏の夜の夢のタイトルで何度か上演している。ありがとうございます。